はいどうも、その3チャンネル、その3です。まあ、はじめましての方が、今回の動画はいいかもしれませんね。一発目の投稿ということなので、ちょっとご挨拶程度の動画にはなります。で、このチャンネル一体何なのかという説明をちょっとさせていただければと思うんですけれども、実は私、夫婦でですね、妻がいるんですが、そのアンチャンネルというチャンネルを一つ持っております。で、なぜ、このその3チャンネルというのをまた作ったのか、まあ、サブチャンネル的なものなんですけれども、なぜ作ったのかというのが、妻とのですね、休みというのがちょっとずれることもありまして、ちょっとこういうのをやりたいってパッと浮かんだことが行動にできなかったりするんですね。なので、まあ、特に私の趣味に特化したような時にはもうこのサブチャンネル、私のその3チャンネルの方にあげようかなというふうに思いまして、今回のチャンネルを作らせていただきました。なので内容としては、私の趣味に偏ったチャンネルになるかとは思います。で、私の趣味というのが結構多趣味で、なんかいろんなものに手をつけてしまうんですね。1年前ぐらいから、この後ろにあるロードバイクに乗っておりまして、一番今ハマっている趣味になりますので、まあ、最初の方は最初の方というか、ほとんどこのロードバイクにちなんだような動画になるかと思います。まあ、初心者、まだ初心者に毛が生え始めた程度なので、その目線から語るようなことが多いかなとは思います。本当はどこどこに行ってみた動画とかをね、編集して上げていきたいなとは思うんですが、今このコロナの状況であまりこう外にねロングライトするっていうのもちょっとはばかれるのかなというところもあって、ちょっと旅動画とかは上げにくいかなと思うので、語りメインでいくかと思います。まあ、コロナのせいでね、この美容室にも行けてないので、髪の毛こんな伸びてザンバラで申し訳ないんですけれども、なので今後ちょっとロードバイク関係のね初心者の方とか興味があればチャンネル登録していただければと思いますし、温かい目で見守ってあげようという方もね、ぜひチャンネル登録していただければと思いますので、よろしくお願いします。っていうぐらいかな、今回は、ご挨拶の動画になりますので、またゆっくりお会いしましょう。バイバイ。